状況を報告せんか。一体何が。貴様ら誰一人として逃げられると思うなよ。アメリカから隠れられませんぞ。逃げはせん。逃げるのはアメリカの方だ。こういう仕事じゃ武器なし、そういう契約だ。責任者は誰だ。マクゴアンさ、持ってけ。ま、気休めだがな。お前のためにインドネシアで手に入れた。すまないな、コステ。もっとも航空偵察でこいつがいるとは思えない。まあまあ。ところでチャーリーのやつはどこだ。悪い、こいつを仕上げるのに少し手間取っちゃったもんでさ、基地には聞こえないようにしたんだ。どうして。横から口出しをされたくないからね。見込み通りだ。サム、急ぐんだ。アップロード。行けます。各班、こちらキング、開始する。オン、了解。ビショップ了解。ライト了解。クイーン、了解。他にはサム。2、3日電話できないとサラに言ってくれ。サラって独身だよね。あ、それ違うってこと。基地のハッキングはよせ、居候の身だ。でもあんまりにもちょろくてさ。ビデオよし。完了。サイト F 暗号書き、執行まで40日。クリア。放っておけ。ビショップダウン、こちらはクリア。ジャミングを開始しろ。ブラックリスト発動だ。やれ。アンダーセンタワー、こちらパラディン02。離陸許可を求む。保証か。いや、そうじゃないな。アンダーセンタワー、こちらパラディン02。ヘリパッド A9 からの離陸許可を求む。なんだってんだ、イラつくぜ。将軍とのポーカーに遅れたらまずいというわけか。ヘリの金をどうやって払うと思う。放っておけ。防衛線のすぐ外だ。立てよ。ここにいたらいい的だ。うわ、手を貸してくれ。シャーリーからだ。おい。よかったよ、無事で。一体何が。墜落した。怪我はない。弾薬庫が爆発したらしい。そっちは。トラックの下に隠れてるよ。それより、どの回線も死んでる。きっと RF ジャマだ。発信源は、そこの北西だ。じっとしてろ、ジャマを探す。くさ。
こっちのジャーマーを逆に使われたに違いないぜ。どうしてそう思う？俺ならそうする。ええ、用心しろよ。こいつはプロの仕業だが、こっちにはピストル一つない。排水口に隠れよ。おい、迫撃砲じゃないぞ。ロケットのようだな。しまった。よし、クリアだ。サム、手を貸せ。やってみるさ。あいつはどうかな。ついたぞ。オーケーオーケー。何、簡単さ。オシレーターをオフにしてジャミング電波を止めればいいんだ。おとなしくしてろ。ブラックリスト、しゃべるなって。チャーリー、どれがスイッチなんだ。青いボタンはある。そうだ。なんだって。おい、しっかりしろ。何が。ブラックリストは止められん。邪魔を切ったぞ。ブラックリストは止められないぞ。グレネード。グアムに置かれている米軍基地に対するテロ攻撃という驚くべき知らせは、このような奇襲攻撃はパールハーバー以来ではエンジニアと称するテロ組織が今回の発行声明を出しており、インターネットに投稿されたテロの映像の中でエンジニアは要求を明らかにしています。この攻撃はブラックリストと称され、ブラックリ、ブラックリスト。
状況はどう？パラディン1とフォースエシュロンの準備は完了ですが、サム・フィッシャーの居場所が。ビクター・コステが重傷とか、彼と一緒にいるはずよ。グアムでは数百名が死亡し、他にもテロ計画が進行中。全世界が注視しているけれど、犯人が何者かは不明。フォースエシロンの出番だけれど、それにはリーダーが必要だ。くたばるなよ、コステ。コステの部下も一緒に来るのが条件だ。では、チャーリー・コールを。あと、グリムス・ドッティアが CIA からアイザック・ブリッグスの引き抜きを。有能な男。グリムを発せ。彼女もこの任務にあなたは不要だと。けどダメよ、彼女以上にあなたと息の合うパートナーはいないの。あなたにフォース・エシュロンを託します。なかなかいいね。初めてか？いや。エンジニアについて分かってることは？皆無よ。今怪しい連中を片っ端から調べているわ。あの名前は？フリーダムだろう、ブラッドだろう。これから行われる作戦のようね。ならアメリカンコンサンプションまであと5日か。そうね。攻撃目標を目下分析しているところよ。機体について説明するわ。試作軍用輸送機か。専用装備満載のね。武器庫、医務室、交流施設、地上と変わらないわ。移動基地か、懐かしいな。どうした？通信チップの埋め込みですよ。道路工事あるまいし。こいつに比べたらエアフォースワンも紙飛行機同然だね。性能についてもっと聞く？いや、後でいい。ニュースやインターネットのデータ収集、予測分析、画像の解析、それに加えて電子情報システムへの侵入や CIA、NSA、DCS、FBI のデータによる顔の照合もね。リアルタイムよ。これが言っていたやつか。 SMI、 ストラテジックミッションインターフェース。チャーリーが関わってた頃より大幅に進歩しているわ。あとは彼に聞いて。最高なのはここはもちろん地上からでもオプサットで全てをコントロールできる点さ。すごいな。必要なものがあったら言ってくれ。僕は研究に勤しむよ。すまんな。